ラッシュリフト TV。 はい、今日はなんとイタリア8日目ということで、これからね千秋さんのサロンにお伺いして、コンペの、ね、練習をさせていただこうと思っております。もうねコンペもねいよいよしあさってというところですね。微妙なんですけど、ね、近づいてきました。で私毎日で、ね、実は主人のまつげでベッドでねこう寝てもらってこうやって練習とかをしてたんですけども、今日は千秋さんがイタリア人の方のモデルさんを呼んでくださって、もう本番さながらにできるということでね、あとねティント、まあ、日本では技術としてはあんまりないんですけれども、まあ、ないというかやっちゃいけないですよね。だからなかなかやる機会ないんですけれども、今回のコンペには、上のティントと下まつげのティントも絶対入れなきゃいけないよっていうのがルールなので、それもねこう習いつつ、どういう風にやったら綺麗にできるかっていうのを習いつつ、なんかしあさってなのに、大丈夫か今習ってって感じだと思うんですけれども、はい、上のティントはね前の動画とかでもやってると思うんです、なので見ていただければ分かると思うんですけども、まあ、下がね初めてなんですよ私。なのでちょっと下のティントを習ったり、ちょっと本番さながらに実際ね、やっていく練習を今日はしたいと思いますので、まあ、千秋さんのサロンを紹介しながら、プラスね、モデル練習をしているところをお送りできればと思います。それではラッシュリフト TV スタートです。はい、じゃあ早速千秋さんのサロンに到着しましたということでですね、今日モデルさんもねこのように超かわいい、超かわいい、もうモデルさんで、ね、もう何やっても多分上がっちゃうような目の方で、ちょっと目尻のところが少し下がり気味の方なんですけども、めちゃくちゃ可愛いので、このモデルさんを綺麗にこれから仕上げていきたいと思います。やっぱり緊張するな、外人さんだとなんだかすごい緊張します。テープ貼る人もあんまりいないんじゃないですか。みんなアイパッチいますね。鼻が高すぎて何やるにも全部邪魔になります。で今日は、これだ、ブライトロットの XL を使ってみたいと思います。めっちゃ骨格がもうなんか日本人の方でも鼻高いとか眉骨出てる方とかいると思うんですけど、気にならない、気にならないです。それはめっちゃむずい。5分以内で目標にやってみます。コンペの時やばいかもしれないですね。緊張と難しさで飲まれちゃうかも。一駅前の巻きの時はちょっとロットを後ろの方の層にして、全体に根元から毛先まで一気に綺麗に軟化するように設定していっちゃいます。でも XL ではみ出るぞ、これはちょっとロットがない可能性が。でも毛はこのモデルさんはそんな硬くないので、言うこと聞いてくれますね、すごくね。めっちゃありがたいです。この貼り付きが悪いと、軟化がね、ちょっとしづらくなっちゃうので。めちゃくちゃ長いです。このロットでこのまま行くと毛先は目開けた時当たっちゃいますよね、これね。イメージ大きいので、
ですね。本当にエクステなんかつけちゃったらとんでもなくなっちゃいますね。これもイタリアの方からしても高いです。高いですか。あ、そうなんですね。だって XL ってはみ出るなかなかないですね。うん、なんかパタパタやってたけど5分以内に巻けてるので、一応1駅前の巻きはどんなに遅くても5分以内に巻くっていうペースでいこうと思ってます。薬剤を今日はマキシモバさんの薬剤を使ってやっていきたいと思ってます。で今こう、ね、5分なので、やばいこれで、これにいつものマキシモバの薬剤にいつものティアラを、うん、で、ゴールドのラメラメってめっちゃ可愛いですね。可愛いですね。可愛い。このラメラメは残っちゃったりとかしないですか、ね、最後のこう。塗っていきます。あ、そうだ、いつもの量作っちゃったけど、このモデルさんはめちゃくちゃ長いから、ちょっとあれかも、足りないかもしれない。いつもの日本人の方用で作ってる倍くらい。あれ薬剤なんですけど、私たち結構日本の人たちって根元から毛先まで全部のせちゃうんですけど、それは大丈夫ですか？コンテナで見られますか？減点対象とか見ますか？多分見ないと思いますけど、毛先はなしです。毛先はなしですね。これだけでめっちゃやりづらいんですけど手袋がめちゃくちゃ私の中でガンになってますいつも通り落毛しちゃいます。で今8分やったんですけど、時間的には8分で大丈夫ですか？彼女だと、うん、大丈夫だと思います。オッケー。あ、これはやばい。この手袋がね、もしあれだったら取ってたら大丈夫ですよ。これで取っちゃってもいいですか？はい、あの手だけ、これで、これはこれでやばい。どうしよう、本番これつけてって言われたら。そうですね、ちょっと指先が細かい作業ができない。ピタッとやつ探してみれば、そうそうそう、無駄になる。いつも何にもないので、こうやって、いや、こっちのアルコール消毒、日本のって結構もうきついアルコールじゃないですか。それがなくてもきつい。背の高さって何センチぐらいですか？私の身長は147センチです。めちゃくちゃ低いんですよ。だから余計なんですね、チビなので。このチビに合うのないんです。本当ですか？だいたいなんか気がつきました、うん、なんか YouTube 見てくださってる方はだいたい私のこと結構巨人だと思ってるみたいで、だからなんかお会いした時にめっちゃちっちゃいってもう想像絶してちっちゃい。なかなか150センチ切る方っていうのなんかいないじゃないですか。確かに。だからなんかすっごいちっちゃいですね。もうこの眉骨がとにかく邪魔ですね。皆さんの悪口ではないです。これは本当に私のこう経験不足が本当に、うん、私にとって、はい、アジアの方やろうが難しいです。あ、そうなんですか。どこが特にアジア人って難しいなって感じますか？例えばエクステでも、はい、
うん、ああそうですね、確かに確かに、つける本数はエクステとかだとめちゃくちゃ日本人少ないですね。60本とか60本60本両方両目でつけて、で全部で120本。こちらとスタンダードどのくらいですか？両目で？いや、本当つけとかじゃないです。もう全部つけて仕上がりみたいな。じゃあもう端から端までみっちり。そうです。なんで普通に時間かかります。首とか痛くない？やばい。ね、でもイタリアのやり方と違います。へえ、そうですよね。テープの段階からもうスタートから違いますもんね。日本のテーピングの方がいいと思います。へえ、それは何でですか？手を閉じた状態で、はい、つけるから、うんうん、早いじゃないですかね。あ、そうですね。こっちで目開けてから Thank you.